私の番ね。行くわよ。俺の番だな。今だ。僕の番だな。打ちのめすぞ、クレイジーハント。僕の番だな。貫け。崩れた。の義務果たさ。上がってきたぜ。チャンスよ。任せろや。打ちのめす。いいぜ。いいだろう。僕の番だな。任せるぜ。任せてちょうだい。僕の番だな。貫け。任せろや。ほら、俺の番だな。今だ。私の番ね。僕の番だな。そこだ。崩れた。もらった。これで終わりだ。悪くねえな。あまり時間もなさそうだ。先を急ぐとしよう。相手にとって不足はねえ。任せてちょうだい。打ちのめすぞ、クレイジーハント。任せてちょうだい。アークス駆動。ああ
待っていられない。 時間を取られたな。とっとと行くぞ。行くわよ。
俺の番だな。いや。チャージする。ありがとう。俺の番だな。今だな。任せてくれ。俺の番だな。任せてちょうだい。チャンスよ。任せるぞ。僕の番だな。食らえ。ここだ。僕の番だな。敵かだ。ここだ。あんた行こう。任せてちょうだい。チャンスよ。ありがとう。私の番ね。ありがとうよ。いいだろう。攻撃。こんなところで。任せるぞ。打ちのめす。俺の番だな。ゆっ。しゃらくせ。任せてちょうだい。燃え。この程度なら。俺の番だな。もらった。燃え尽き。今だわ。ここよ。任せてくれ。食らえ。崩れた。この程度。今だ。私の番ね。チャンスよ。
Thank you.
任せなさい。さあ行くぞ。アーククド行くぞ。アーククド行くぞ。はっ、よし任せなさい。アーク、行くぞ。アーク駆動。甘い、クセだ。マイアーク駆動。はっはっ、俺の番だ。あたしの番ね。さあさあ、とっとと先に進むわよ。自伝のバレスタイン、参る。やらせん。参る。俺の番だな。あたしの番ね。私の番だな。逃がさろ。逃がさる。私の番ね。行くぞ。死ん。とっとと先に進むわよ。
私の番だな。俺の番だな。崩れた。俺の番だ。燃えろ。任せてくれ。任せなさい。はい、チャンス。任せるがよい。はい、私の番ね。はっ、チャンス。私の番だな。トーン後期チャンス。任せてくれ。はっ、そうだ。マイセッ。アウ、今だ。行くぞ。チャンス。マイ。はっ。任せてくれ。あたしの番ね。はっ。行くぞ。はい、はっ、今だ。それでよ、任せなさい。ダン、任せてくれ。はっ、そうだ。私の番だな。へい、俺の番だな。はっ、見たか、八王が一刀。各種ステータス。手強そうね。気を引き締めなさい。ヘア、手強いか。気をつけろ。燃えろ。俺の番だな。崩れた。任せるがよい。任せてくれ。ほら、今だ。やらせん。任せてくれ。崩れたぞ。行くぞ。任せなさい。ダン、今よ。任せるがよい。崩したぞ。行くぞ。はっ、今だ。頼む。任せなさい。任せてくれ。はっ、そこだ。私の番だな。後期行くぞ。
ええ、ガン。さあ、とっとと先に進むわよ。行くわよ。俺の番だ。私の番だな。はっ、後期。俺の番だな。せっ、崩れた。やっ、任せるがよい。はっ、時が惜しい。難敵だな。心してかかるとしよう。はっはっ、秘伝のバレスタイン、マイル。ここは引くぞ。ダメか。任せてくれ。ここは一旦引くさ。次に行くとしよう。標的発見、警戒してください。僕の番だな。行くわよ。あ、駆動。僕の番だね。行くよ。行こっか。せい。よし。負けないで。ありがとう。
解散。負けないで。ありがとう。お会計。任せて。よし。任せて。助かります。行こっか。よし、私の番ね。よし。はーい。どれ。崩したよ。行くぞ。行こっか。よし、崩れた。行くわよ。よし。はーい。崩したよ。私の番だね。せい。僕の番だ。行くわよ。そこ。ダンス。どうぞ。私の番だ。崩れた。これ。僕の番だね。それ。戦闘終了。ありがとう。行こっか。壊せ。私の番だね。ガチャ。どうして気に進みましょう。
ちのめすぞ。さあ、旅に踊るとしようや。貴族の義務、果たさせ。全員無事だったか。凄まじいほどの気当たりを感じますね。ああ、おそらくその奥に対象がいるみたいだね。この先はみんなで向かうとしよう。ええ、でも何かあった時のためにチームは残した方がいいわね。そうだね、多分一筋縄じゃいかないと思う。帝国史上最悪の幻獣ですか。今一度装備や編成を見直してもいいかもしれませんね。新七組も覚悟はできているな。足りねえだろ。はい、行くとしよう。風と女神の加護。はい、帝都を二度と闇に落とさぬためにも頑張りなさい。あんたたち、いよいよね。あんたたち、せいぜい気を引き締めなさい。
という異様。以前戦った骨とは比べ物にならないね。ああ、どうやらあれはただの抜け殻だったらしいが。本体はここまでなんだ。遅かったの、若獅子たち。おばあちゃん、あんたね、さすがに勝手に動きすぎでしょ。ふん、叶うならばこの手でケリをつけたかったが、だがここまで復活してしまってはさすがにわらわ一人では無理じゃ。力も失っていることだしな。やっぱりそうか、グレンの魔王以上の存在。うま、復活したばかりといえ今の帝都も滅ぼしかねん存在じゃ。ここで調伏する必要はあろう。の試練、主たち今を生きる人の子らに任せよ。七国とやらの力、今こそ示すがよい。勝手なことを。だが確かに僕たちが果たすべき試練だ。負けられない。最悪に戦争どちらも起こさせないためにも、今こそバンダールの刀剣で果たしてみせる。ラインフォルトが手掛けたものを抑止力以上にさせないためにも。帝都の暗黒、父より託された魂と剣を持って払うのみ。リリアムさん、アガートラムもお願いします。うん、ちゃんもクーちゃんも改めてお願い。明日からの決裁、みんなの笑顔と楽しい調べで迎えるために、この地によどんだ正気を払うための大いなる翼となろう。とにかくこのデカブツをぶち倒しちゃいいんだろうが。ここが最終局面の一つ、威力を尽くさせていただきます。まあ史上最高クラスの手配魔獣って感じかな。ええ、市民の安全確保と戦争の抑止果たさせてもらう。見ていておばあちゃん、後でいろいろと教えてもらうから。リータや知性についても洗いざらい話してもらうわよ。学院新旧7組、これより暗黒時代の最悪を阻止する。戦闘開始。最大限に連携し全身全霊をもって目標を撃破せよ。危険度大、注意してかかろう。見つかった。
お返しだ。やったな。よし。私の番だね。敵です、注意してください。頑張って。すまない、助かる。私の番です。礼は言おう。無駄です。
今です。ここだ。ここまでだ。と行きます。すまない、助かる。私の番ね。救護します。おのれ、頑張って。すまない、助かる。許さん。任せてくれ。そこまで。ちょうだい。とっておきを見せ。ここ。
く見ないで。この程度なら。俺の番だな。さてと。私の番です。やあ。礼は言おう。私の番です。行きましょう。行きます。やあ。頑張って。任せてちょうだい。この程度なら。行きます。
いよう。崩すしかなさそうだな。いいぜ。ありがとう。感謝を任せるがよい。いや、ありがとう。ありがとうよ。はい、打ちのめすぞ、クレイジーハンド。はい、行くぞ。シートを滅却。あれ、みんな、あとはおまかガンガン行くわよ。ありがとう。サンクス。ええ、あたしの本気、我が求めにね。行くぞ。ありがとうございます。行くぞ。はっ、そこだ。
私の番だな。あとはおまかガンガン行くわよ。行きます。よっサンクス。任せなさい。ダン。私の番ですね。すみません、お願いします。あとは任せな。ええ。はい。はい。ありがとうよ。行くぞ。ありがとう。ありがとうございます。あとはお任せを。休憩を。行きます。行くぞ。ありがとう。みんな勝ったわね。俺の番だな。ありがとう。感謝。はい。行くぞ。やっ、感謝する。ありがとうよ。任せてくれ。行くわよ。はい。それ。ありがとう。サンクス。わ。
の番だな。せい、今だ。頼む。私の番ね。はい。行くぞ。崩れたぞ。やらせん。すみません、私の番ですね。すみません、お願いします。あとは任せな。行くぞ。構えろ。前、はっ。ええ、はっ。抜かったわね。行くぞ。ありがとうございます。行くぞ。せい、やらせん。行くぞ。俺の番だな。はいいぜ。さーて、あたしの番ね。せい、チャンス。俺の番だな。はっ、今だ。こら、俺の番だ。はっ、こら、今だ。行く。武具が必要となろう。リーン・シュバルツ、今こそ役目を果たすがいい。ええ。アッチ、君の機体も一緒に呼ぶ。ふっ、任せろよ。来い、灰の騎士バリバール。おお、行くぞ。はっ、任せろや。
チャンスだ。もらった。俺の番だな。せリマ、やい。行くぞ。正気、気をつけてください。赤を結ばんだ呪いです。ロゼ、用意してるんでしょ。あとは任せよ。振りまこうとはな。ゆっくり休むがいい。女神のもとで。元に。私たち夢でも見てたの？いや、現実だろう。プレロマ層も完全に消えていますね。異変の元凶が消えたからでしょうか。やれやれだな。全員命に別状はないわ。まあかなり衰弱してるけど。そうですか。よかった、最悪の状況にならなくて。これで危機は脱したと見ていいのか。ええ、おそらくは。どうなの、おばあちゃん。
まあ暗黒竜についてはひとまず一件落着じゃろう。それ以外の問題はともあれ。また思わせぶりなこと。さすがに今回ばかりはちゃんと答えてもらいます。どうして私たちに一言も告げずに帝国のあちこちに行ってたの？それに姉さんは一体今どこで何をやっているの？そう怖い顔するでない。わらわにもわらわの事情があってだな。そういう秘密主義的なところがいつも後手に回る原因でしょ。姉さんが結社に入ったことといい、高魔将が出現したことといい、だいたいおばあちゃんは食生活も含めていつまで経ってもだらしないというか。それはそのわらわなりに気をつけては。いつもこんな感じなのか。魔術以外は大体そうね。これセリーヌ、他人事みたいな顔するでない。主の方からもこの杓子定規に。おばあちゃん、まったく。でもさすがにどうかと思うわよ。あんたの使命は分かってるけど、エマには他人事じゃないでしょうし、それはビータだって同じでしょ。あの宝刀娘も余裕そうに見えて不器用というか。テートに来ているのは確実だろうから、尻尾を捕まえたかったんじゃ。どうやらかかったのは別のネズミらしい。まさか。青のジークフリーまんまだ。そんなのって。話に聞いた。いや、それ以上か。こたびの最悪、七組とやらがどう解決するか見せてもらった。まさか伝説のお出ましとはな。赤い月のロゼのモデル、ヒーローのローゼリア殿。あの小説のヒロインは教会のシスターでありながら吸血鬼という設定でしたか。ああ、しかし確か妙齢の女性だったような。その事情がありまして。一応モデルは本人みたいね。そんな小説もあるらしいの。事実から改変されてるようじゃが、教会の連中と取引はしたが、属したことがあるわけでもなし。それと妙齢云々はじゃな、言い訳じみてるからやめておくか。まあここでのわらわの役目は終わりじゃ。黒がいれば締め上げたところじゃな。代理人相手ではの。おばあちゃん。あんたまた。まだ野暮用があっての。月祭中には必ず声をかける。さらばじゃ七組の子らよ。あとは好きにするがいい。まったく、ビータと同じじゃない。苦労してそうね。うん、予想の斜め上であったわ。それはともあれ。妙なお膳立てをされたようだが、せっかくだ、ここらでやり合っておくか。君は。ああ、願ってもない。
ほう。俺たち全員がある確信を抱いている。だが言葉で指摘してもあんたには無意味だ。そうなんだろ？ああ、俺に過去はない。あるのは用意された使命とそれを果たさせる退屈さだけだ。さて、何人で来る？なんなら全員でも構わないが。できるわね。教官？リン！3対1だった2年前とは違う。そちらが1人なら7組を代表してやり合うだけだ。剣を交えないと伝わらないものもある。まあそっちは拳銃だけどな。面白い。教官。おいおい、やべえんじゃねえのか。大丈夫、リーンだったら。ええ、身勝ち抜かれし八王の一党、灰色の騎士。いいえ、私たちの教官なら。見せてみろ、お前自身の価値を。行くぞ。こう行くぞ。構えろ、俺の番だな。遅い。思ったよりもやるな。き
今日こそその仮面を取ってもらうぞ。何がジークフリードだ、カッコつけすぎだろ。そうじゃないのか、クロリーン。だから無駄だと言っている。来い、オルディーヌ。青の騎士。やっぱりか。でもどうして。一つ忠告しておこう。今回の顛末はイレギュラーに過ぎ、いやそれすら奴の計算かもしれんが。どういうこと。何が起ころうとしている。俺は代理人、是非を述べる立場にはない。勝負の対価として情報を支払うだけのこと。くれぐれも利子は求めるなよ。そういえば利子の方はどうなってるんだ。と、やれやれ主戦度になったじゃねえか。待ってくれ、本当に覚えていないのか。少しは俺たちのことを。教官リーン。もしかして私の役。今私は何を。ベルヌ社だったか。この軽さ、それに匂いは。あ、アッシュさん。なんでもねえよ。何か重要なヒントを見逃してしまったような。 いえ、ただの栗ごとですね。ギルド及び各方面に連絡。共和国隊員を18名確保。はい、危機は出しました。ランディさんや分校長たちは。うん、一旦蹴りはついたよ。場所は。いずれにせよこれで最終局面ですか。女神よ、叶うならば備えが無駄に終わってしまうことを。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。次もよろしく頼む。
祭初日という良き日にこうした機会が持てたことを嬉しく思います。昨日帝都に潜入していたとある外国勢力は治安維持上の危機となりつつ検挙されました。大事に至らなかったのは関係各位、帝都憲兵隊、鉄道憲兵隊、帝国正規軍などの努力が実を結んだものでありますが、不審艇を鹵獲したカレージャス号、帝国遊撃士協会の協力があったこともこの場で報告しておきたいと思います。そしてある意味それ以上に事件解決に貢献してくれた方々がいます。トールズ士官学院の本校並びに第二分校の諸君に教官人です。帝国軍第四機甲師団司令オーラフ・クレイグであります。昨日の時点で検挙総数は94名、外国勢力の危機は去ったと判断します。トールズ本校第二分校の教官陣を代表しオーレリア・ルグインがご報告申し上げる。本校分校ともに死者重傷者はなし、日頃の練度が証明されたと言えましょう。幽玄と陛下に代わり両校に感謝と称賛を送らせてもらおう。若者よ、世の礎たれ、かのドライケルステイが残した精神を目の当たりにできて嬉しく思っている。それではこれより帝都庁からの表彰を取り行わせていただきます。両校代表どうぞ前に。はい。は、大使殿下とシュバルツァー教官もできれば握手していただけませんか。聞けば今回殿下はトールズ本校の陣頭指揮を取られたとのこと。一方シュバルツァー教官は勇士を率いて危機に対処したとか。殿下と若き英雄のツーショットは市民もさぞ喜びましょうとのことですが、いかがでしょう林教官。承知しました。身に余る光栄ではありますが。
さん。シュバルツァーが到着しました。うん、そのまま入ってもらうがいい。それと順位、人笑いを頼む。はっ、了解であります。おお、よく来てくれたな、シュバルツァー。今回は本当にお手柄だったな。いや、自分は一言挨拶するために残っただけでな。本日の祝賀会、一組生徒たちの引率はよろしく頼む。本校生徒たちの態度についても改めてすまなかった。私はトールズの出身ではないが、さすがはオリバルト殿下やクレア少佐などの出身校だけはある。ああ、オーレリア将軍にウォレス准将、オズボーン閣下の出身校でもあったか。自分の同期であるミラーもトールズの出身でした。自分もトールズに通っていたら別の出会いがあったかもしれません。だがそれも一期一会だろ。エリオットがトールズに入り、君と同じクラスになったことも含めてな。それでは自分は失礼します。下司最後には原隊に戻りますので。まあなんだ、まああれもいい年だから父親があれこれ言うのもなんだが。いえ、きちんとした節度でエスコートさせていただきますので。シュバルツァー、また会おう。
では話すとしよう。私とバンダイク元帥が知るギリアス・オズボーン准将のこと、あのハーメルの事件前後で何があり、何が不明のままであるかを。Thank you.
元帥から伝えられるのはここまでだ。肝心の真相、3ヶ月もの間純章が何をしていたのかはわからぬ。どんな決意で宰相を引き受け、帝国をどこに向かわせるつもりかも。迫れるとしたらおそらく息子であるお主だけだろう。自分にとって父と言えるのはテオ・シュバルツァーだけです。あの人の記憶はあまりに少なく、しかも断片的すぎますから。無論そうだろう。軍事隊、私も純章からテオ殿の話をたまに聞いたものだ。私と同い年くらいで弟のように思っていた貴族の若者がいると。お主を彼に託したのもヨシミを頼んでのことだったのだろう。父からの手紙でもそれは確かに感じました。そして俺があの人の血を引いているのも確かなんでしょう。惨劇の時何があったのかは分かりませんが、心から俺の身を案じていたことも。ディーン、どうか健やかに育ってくれ。女神よ、願わくばこの子だけは。ですが俺はあの人のやり方を認められません。多くのものを徹底的に踏みにじる流儀、憎しみを一身に集めても平然としている化け物じみたあり方、そして共和国侵攻に狙いを定めた軍拡も。だからせめて問いただしてみようと思います。息子としてではなく、14年前あの人に助けられた一人の人間として、あの時かけられたのは真実彼自身の言葉だと信じられるから。機会があるとしたら今夜王城で開かれる祝賀会でしょう。隠された真実、怪しげな勢力との関係、今後帝国をどうするつもりなのか、なんとか二人きりで話してその口から確かめようと思います。そうか、かつて幼いお主と会った時、いずれ家族ぐるみで付き合えると信じていたものだ。それは叶わなくなったが、エリオットとお主は出会った。やはり女神の導きはあるのだろう。どうか元帥や私の代わりに頼む。オズボーン閣下の真意を正し、お主の仲間たちの思いも。ええ、任されました。
教官、その前に写真を一枚撮らせてもらってもいいですか？その、もう知ってるかもしれないですけど、うちの弟と妹、灰色の騎士の大ファンなんです。その、いろいろあって保留にしちゃってたんですけど、そろそろいい頃合いかなって。私もお姉ちゃんですし、ケンとナナのためにも教官と一緒に写ってあげます。ありがとうございました。ケンとナナも喜ぶと思います。私も信じてます。この帝国にも私が尊敬する支援家と同じ魂がありましたし。リーン教官、今後とも。
シュバルサ、ちょっと言っとくことがある。ああ、別にそんな大した話がしてえわけじゃねえが、あんた、もう大丈夫とか、ぬるいことを考えてんじゃねえだろうな。分かってんならいい。せいぜい油断しねえこった。平和ボケしてるところに手痛いしっぺ返しを食らいたくなきゃな。どうだかな。ま、昨日の龍狩りも歯ごたえがあったし、なかなか刺激的なのは認めてやるよ。たまにお袋が生きてた頃が懐かしくなってくることもあるしな。言っとくが、一人が寂しいとか殊勝な意味で言ってんじゃねえぞ。ただあの坊ちゃんやらジャジャウマやらチビウサやらイーグレットやら手のかかる連中のフォローをしてるとなんとなく思い出しちまうってだけだ。だからまあサンキューな、教官。場所は駅前だ。忙しかったら来なくていいぜ。
待ってください。許可。この機会に一つ。ええ、本年度中、少なくとも2年に上がる前に、ヴァンダールの双剣にかけて、あなたから3本に1本は取れるようになってみせます。ええ、それでもです。その覚悟と実力も伴っていなければ、父や兄、おじたちが遠ざけられて、僕も薄々予感はしていました。下手をすれば帝国が引き返せない道を歩み始めてしまうのではないかと。そしてひとたび先端が開かれれば、個人の剣など意味をなさない。ですが、たとえそうなっても、僕は必ず乗り越えてみせます。みんなや教官、あなたと共に。そしていつか、教官と僕の剣がそれぞれの高みにたどり着いた時、僕の目標であるあなたの剣をいつか超えられればとも思っています。正直、そちらは何十年かかるか分かりませんが。
待つがよい、リーン。そこに直れ。はっ。まだ父上らには遠く及ばぬが、そなたの心にまとわりつくような影を断ち切り。侮るでない。これでもずっとそなたを見てきたつもりだ。修行中共に会えなかった時も常にそなたの存在は感じていたのだから。なんだか思わぬ反撃を食らってしまったようだな。しかしそなた手慣れすぎてはおらぬか。違わない。行くか。それ行くぞ。それそれはいやー。それ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 
まずだな。頼んだ。任せてくれ。さあ行くとしよう。逃さん。行くぞ。逃さん。逃さん。はあ。逃さん。どうぞ。はあ、行くぞ。逃さん。逃さん。はあ、逃さん。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 はあ、逃さん。まだまだ未熟か。よし、行くか。取れ。行くぞ。取れ。はいや。取れ。取れ。取れ。はいや。取れ。取れ。はいや。まずまずだな。頼んだ。任せてくれ。行くとしよう。逃さん。行くぞ。逃さん。はあ。逃さん。逃さん。逃さん。どうぞ。はあ。逃さん。逃さん。逃さん。いい風が吹いたようだ。
える。あらた、確かに。では